コレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。どうも、チョコレートプラネット長田です。松尾です。さあ始まりました、チョコレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラでございますけれども、はい、7月22日でございますね。はい、野外でやりたいと思いますけれども、まあちょっとね、あ、そうか、あ、この前東京ゆえで言いましたが、石原さとみさんに昨日流れたやつですか、それは。ちょっと、そうですね。そうか、そうだ。そうです、そうですね。あ、俺も昨日言われました、ある人に。あれ、誰ですか。あ、まあ、前、そのね、あの、ラジオ、そうそうそう、ラジオで、文化放送言ったんですけれども、フジテレビでちょっと収録ありまして、で、帰り、エレベーター来てたんですよ。で、乗りますかみたいなこと言われたんで、俺バーって乗ったんですよ。そしたら、なんと石原さとみさんが乗ってまして、うわーと思って。まあでもこの石原さんとマネージャーさんと俺の3人 で、まあもう俺はもう喋ることなく続いてるんですけど、向こうからなんか、あ、香水聞いてますみたいな、うわっていうのを、まあ、ラジオで話したんですけど、はい、でここはラジオで言わなかったんですけど、あのなんかこう石原さとみさんまでレベルいくとさ、やっぱなんかこう付き合いてとかやっぱ思わないよね。嘘。いや、なんかこうとっさによ、とっさにこう欲望は出てこへん。うわー、パコリてとかない？全くないね。そう、そう言われたらやるよ。え、ちょっと長田さん、もし私ちょっと長田さんとパコリたくてってなったらどういうシチュエーションそれ。いや、わかんない、わかんない。怒られんだよそれ。怒られんだよ、ほんま。なんで、なんで、誰にいや、でもそうか、でもごめんなさい、これそうだよ、さとみさんも見てるかもしれない。いや、見てないだろ。わかんない、だって香水見てんだから。いや、確かに危ないじゃん、だとしたらもう。全くなんかそんな思わへんよな、もう行き切ってしもたら。あ、そう。うん。いや、それでね。なんかこう、オーラかな、なんか。チューは？いや、だからチューとか、だからそういうなんじゃなくて、なんかそういう意識にならへんってこと。なる？もう俺は できるんだったらしたいけど。いや、それできるならしたいけど、とっさによ、とっさに、なんか。うわっていう、そのエレベーターバーンって止まっちゃったりとかしたらってこと。あーえみたいな。いや、それでそれで、ああえとか、えで、マネージャーさんがちょっと私見てきますみたいな、あの上のとか抜けていなくなってないやん、そんなで2人きりになって、そのミッションインポッシブルみたいなやつ、それでなんかこう熱くなってきちゃってみたいななったらってことでしょ。いや、AV 見すぎやね。AV でもなかなかない、そんな。え、誰に言われたんですか、ほんと。いや、あの俳優のあの前も僕らのことを言ってくれてた山田くんって。ああ、はい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 、山田くん、山田裕貴くん、裕貴くん、はいはい、な、僕声似てるって。そう、声似てるってよく言われる。が昨日かな、はい、番長か、はいはいはい、あ、でなんかいて一緒に、はいはい、でパッてたまたまあの鉢合わせっていうか会って、はいはい、あ、でもおはようございますとか言ったら、あっつって、え、香水めっちゃ見てますって。すごいね。いや、すごいっすねっつって、何回見てるっつった。結構見てますよ、マジで。なんか言ってくれてて、まあ、ツイッターで、あのね、マン・ウィズ・ザ・ミッションの東京田中さん、え、狼の人、狼の人、え、狼の人もなんかすげえいいみたいな。え、今日さ、朝さ、うん、目覚ましテレビで誰かなんか言ってくれた、西野七瀬ちゃん、え、なんか今日エゴサーチしてたら、なんかガムテープスプラトゥーンが好きみたいなこと言ってくれたみたいな、確か。そっち？いや、そう、え、今と思って。今確かそんな、なんか言ってた。誰かでもない、なんか欅の子か乃木坂の子かなんか誰か言ってくれたような気がする。日向坂だったかな、わからん。道玄坂じゃない。道玄坂ではない、確実に道玄坂じゃない。確か今日そう、なんかそういうの言ってくれたっぽくて、いや、それ嬉しいですね。うん、でしょ、なん、西野七瀬ちゃんだよね、マジで。乃木坂だった子でしょ。そう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 、あなたの番ですね。そう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 、言ってくれたって。だからもしかしたら香水から香水を見てくれて、うん、ちょっと他も見てみようみたいになってくれたのかしら。なるほどね。うん、これはすごいですね。もう香水に誘われてきて、香水に誘われてきて、いや、マジで香水、いや、結構でも石原さとみさんもすごいけどさ、うん、他この人
っとっていう人いんのかな。まあでも言ってへんだけで、あいんのかな。あなたは見たか